ララーニュ・モンテグランは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、オート・イコール・アルプ圏のコミューン。2014年に設置された、バロニー・プロヴァンサル自然公園の一部である。ララーニュ・モンテグランのマルシェ・ララーニュ・モンテグランは、グルノーブルの 125km 南、マルセイユの 150km 北、バランスの 154km 東にある。 ギャップの南4 1トル、シストロンの1 7トル北にある。ビュエック川谷の微気候の恩恵を受け、高地で晴天が多く、プラタナスの木が広場に植えられ、カフェや印象的な泉によって証明されるように、ララーニ・モンテグランは、プロヴァンス風の大きな町である。町には、テル・プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュールのマルセイユ、ブリアンソン・カ路線が停車する、鉄道駅がある。 コミューンを、県道1075号線、旧国道75号線が横切っている。町の名は、古いオーベルジュが掲げた看板のでエル・アレンに由来する。16世紀にこの地に単独で設置された軍の詔書の、隣にあった、オーベルジュにちなんだ地名である。オーベルジュは、エル・アレンという看板を掲げていた。言い伝えによれば、村はその旗子の周りにできたため、その名を取ったのだという。 参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。